赤坂コーチングの西村です。本日は今の仕事を始めた時に目指したもの、目指した人、これはですね、私多分ジェームス・スキナーさんなんですね。ジェームス・スキナーさんってこれですよ、7つの習慣のこの前の晩を日本語訳なさった、その方の宿泊型セミナーを受けてたんですよ。それでまあトマベチ博士の世界した時に、ああなんか同じことやってる人たちだなと思って、まあだからああいう感じの明るいコーチングできればなみたいなので、目指した人ではありますね。あとはまあ私トマベチ博士のスクールを通じてルータイスさんとかトマベチ博士の理論習ってるんで、そのお二人のコーチを目指してますね。今どうかっていうと、今目指してないな。また別の私持ち味あると思うので、今は周波りってあるじゃないですか。私の2014年ってまさに周だったと思うんですよ。で2015年はなんかコーチングって本、コーチングの本質ってなんだろうっていうことで、いろいろ私の方で模索しましたね。2016年は離れる段階にも来てるんです。まあ私今は別のコーチの形っていうのを、ちょっと私らしさっていうのを今目指してますっていうお話でした。